白露型、名は川風。慣れ合うつもりはない。挨拶など不要だ。海白露型、すなわち海風型三番艦の川風だ。あの対戦では同型艦で第24駆逐隊を結成した。ソロモンか。確かにいろいろと思い出が詰まっている場所だ。アイアンボトムサウンド、ノーザンプト、そして最後の記憶も。今日も何も変わらない日なのだな。釣りは好きだ。頭を空っぽにして何も考えなくていいからな。砲弾は相手を葬る凶器だ。どんなに美辞麗句を並べようとそれは変わらない。わからないことがあったら陣痛さんにでも聞くがいい。私はどちらかというと仙台さんに似ているからな。この艦隊は随分と愉快な奴が多いな。秘書官の仕事？仕事に好き嫌いなどない。秘書官だろうと秘書官じゃなかろうとそんなものは関係ない。つまらないことを。新しい任務だ。何？適当に世間話でもしろというのか？報酬が来たぞ。期待するほどの品ではなかろうが、まずは受け取ってくれ。メールだ。私？こういうのはあまり。戦闘が終わるとどうなるかだと？次の戦闘が始まるだけだ。所詮は私の予想を超えられない程度の人間ということか、指揮官。戦争に善悪美醜などない。敵も味方もそれは同じだ。指揮官も戦をくぐり抜けた身だろ。なぜそんな絵空事を信じる？正義、愛、平和など。現実から目を背け、ただただ理想と夢を叫び続ける。そんな愚昧さと甘さは大嫌いだ。指揮官はそうならないよな。夢を諦めなければいつか現実にすることができるか。ずいぶんと陳腐な答えだな。だがあなたなら。委託完了だ。報告書の確認忘れるでないぞ。強くなった気分、悪くないな。戦いは何も変わらないのだな。ソロモン、私を呼んでいるのか？まだ沈んでないな。是非もなしか。安心せよ、一瞬で終わらせてやる。これぐらい気にするまでもない。まさか指揮官とこんなことになるとは。あなたと長く付き合っていたら私まで
甘い理想を信じるようになってしまった。私をここまで甘くした責任、ちゃんと取ってくれるの？これがあなたが待ち望んでいた夢か。ああ、最後まで付き合うと誓った身だ。遠慮なくその甘い理想のそばにこの身を置かせてもらおう。これからも一緒。今日も何も変わらない日なのだな。あなたのそばにいられる幸せな日なら変わらなくてもいいさ。あなた、たまには長門様に会いに行った方がいい。私からは何もしてあげられないが、あなたならあの方の寂しさも紛らわせられるだろう。別に大丈夫よ。きっと私にも会いに来てくれると分かっているから。人を切れる刃でも人を生かすことはできる。活人剣、今はそれを目指す。あなた、頭脳も腕力も偏りすぎるとよくないよ。己を極めし者は文武両道。今のは中さんの受け売りだ。この艦隊には愉快な奴が多いな。指揮官もその一員だ。秘書官の仕事？仕事に好き嫌いなどない。あなたのためなら何でも喜んでやるさ。さすがに他の子に負けてしまうな。どうした？新しい任務だ。適当に世間話でもしながら確認するか。報酬が来たぞ。期待するほどのものだといいな。戦闘が終わるとここであなたを待っている私がいる。何も心配いらないよ。戦う、あの人のために。指揮官と長門様、そしてみんなが私を待っている。ここで倒れるわけにはいかない。夢を諦めなければいつか現実にすることができる。ああ、一緒に頑張ろう。私のすべてをあなたにかけて。